スン元メンバー、田中聖、つげ、37、は、覚醒剤を断つことができるのか。地元、千葉での覚醒剤事件の控訴審判決で、東京高裁は12日に1、審判決の懲役1年4月より軽い懲役1年の温情判決を下した。薬物と縁を切るため、昨年9月から続けている、専門医の治療、会、また支援施設での生活といった取り組みが評価された格好だ。だが、周囲の目は厳しい。音楽関係者によれば、田中被告の地元の知人はこう指摘しているという。どこからシャブを買ったか。裁判で言わなかったでしょ。ということはまたやるか、能性があるってこと。本当にやめたいなら入り、手元を立たないと。裁判で、聖は、母親の涙が買い、いたと話したそうだね。親に泣かれたその時は反省するけど、それでもやめられないのが、シャブの怖さだから一審で、田中被告は、逮捕時に持っていた。覚醒剤について密売人から買ったという当初の供述を翻し、昨年初め名古屋で起こした覚醒剤事件の家宅捜索で愛知県警が押収しなかったものだとした。ちなみに、その名古屋事件の裁判では、田中被告は SNS で密売人から覚醒剤を買った検察官。今回の控訴審では、覚醒剤の入手、元に関する話が一切出ていない。5度目の覚醒剤事件で控訴中の三田佳子の次男、高橋祐也被告は一審で、売人を排除するため、電話番号を変えていると話し、俳優、永山瑛斗被告は、先の大麻事件の裁判で、SNS アカウントも変更しました。大麻と関係する友人の連絡先はすべて消しました、と明かし、たが、田中被告からは、このような証言が出ることはなかった。前室の音楽関係者は、刑務所にいた、ら、悪い知り合いが近づいてきそう。田中は、有名人だから、心配している。